エリウゲナ・エリウゲナは、9世紀の神学者、哲学者。古代ギリシャ・ローマの諸学問に通じ、西フランク王国のシャルル2世の招きで、宮廷学校長となって、カロリング朝ルネサンス発展の一翼を担う。神学と哲学の一致を主張して総合的な思想体系を構築し、スコラ学の先駆者として位置づけられている。ヨハネス・スコトゥス、ヨハネス・スコトゥス・エリウゲナとも呼ばれる。 ちなみに、エリウゲナとは、アイルランド人という意味で、彼のあだ名である。1976年から発行されていた、アイルランドの5ポンド紙幣に肖像が使用されていた。アイルランド出身のエリウゲナは、当時の西ヨーロッパでは珍しく、キリシャ語に精通した人物であった。そのため、キリシャ語著作の翻訳において活躍し、有名となった。845年頃、 西フランク王国のシャルル2世に招かれて、宮廷学校で教鞭を取ることになった。エリュゲナのもとで、宮廷学校は名声を博し、多くの学生が集まった。マームズベリーのウィリアムの伝える総話は、エリュゲナの宮廷における立場を伺わせるものになっている。それは、以下のような話である。王がある時エリュゲナに尋ねた。エリュゲナと酒飲みの差はどれほどのものだろう エリュゲナは答えた。テーブル一つ分くらいですな。メンサタントゥム、ほとんど変わらないという意味エリュゲナは30年に、渡って、フランク王国に滞在して、後進の育成に当たった。858年頃には、東ローマ帝国皇帝ミカエル三世に壊れて、ニセディオニシウスアレオパギタのラテン語への翻訳と、注釈に取り組んだ。ディオニシオスが西王に紹介されたのは、 これが最初であり、以後の西欧の進学に大きな影響を与えることになる。エリューゲノの業績は、アウグスティヌスとディオニシオス、ギリシャ恐怖と新プラトン主義の流れに沿ったものであった。主要な業績は、生体に関する教説、ニセディオニシオスのラテン語訳などである。彼の研究はプラトンにまで遡って、その普遍論争を中世に復活させるきっかけを作った。 普遍論争は中世の神学論争の中で最も盛んに議論され、スコラ哲学の発展に寄与することになる。エリウゲナの第一の著作は後世に伝わらなかった生態に関する教説である。推測によれば、エリウゲナはここで生態が単なるシンボルや記念に過ぎないを主張したとされている。これは後に、トゥールのベレンガリウスが同じことを主張して弾劾されている。 ベレンガリウスは、バッツとして、このエリウゲナの論文を、公衆の面前で焼かされたという。しかし、同時代人から、エリウゲナの正当性に疑問が持たれた様子はない。それどころかエリウゲナは正当信仰の擁護者として、ランスの大司教ヒンクマールの依頼を受けて、修道士モッドシャルクの唱えた二重予定説に、反爆している。この反爆のために記されたのが、今も残る、予定論である。 しかし、その論調が極端であったため、かえってその信仰的正当性に疑問符をつけられてしまった。エリューゲナの論調は極めて推論的で、哲学と進学の同一子を基本姿勢としている。このことは特に恐怖たちの教説と理性についての捉え方に明白に現れている。この著作はまず、フロリウスとブルデンティウスによって問題が指摘され、855年の バレンスの教会会議と859年のラングレスの教会会議で断罪された。そこでエリューゲナの方法論は悪魔の発明とまで批判された。エリューゲナの第二の著作はニセディオニシウスアレオパギタの著作のラテン語訳である。これはシャルル2世の依頼によるものであり、現代にも伝わっている。しかしアレオパギタの著作の持つ半身論性が再び、 エリウゲナの評判を落とすことになる。教皇ニコラウス一世は自分の許可なくこのような翻訳が出たことに腹を立て、シャルル二世にエリウゲナのローマ召喚を命じ、宮廷からの解雇を求めた。エリウゲナは中世の哲学者たちの中でも異彩を放っている。特にその施策の自由さと世界理解における論理と弁償法の大胆さは注目に値する。そう考えると、 彼を一般に言われるようなスコラ哲学の先駆者と位置づけることには多少の抵抗を感じるかもしれない。しかし、彼の業績はむしろプラトンに遡る古代の哲学を中世のスコラ哲学へ結びつけたことにある。エリューゲナの中で哲学が進学の基礎という位置づけだったのかということは一向を要する。哲学と宗教の関係については、 エリュゲナの言葉がそのまま中世の神学者たちによって繰り返し引用されている。しかし、エリュゲナの思想をよく吟味すれば、彼が哲学及び理性を第一のもの、厳選と考え、宗教と権威をそれに由来するもの、第二のものと考えていたことがわかるであろう。さらに、エリュゲナの著作で忘れてはならないものが、自然区分論である。この中で彼は自然を、 以下の四つに区分している。想像されず、想像する、自然想像され、想像する、自然想像され、想像しない、自然想像されず、想像しない自然そこでエリウゲナは人間を、精神世界と物質世界をつなぎ目となる、存在、移行部分と考えた。その方法論は、非常に理論的で三段論法を駆使したものであった。しかし、 神と非造物を神秘な様式としては同じ性質を持つとの結論は半信論と同じとみなされた。そのため自然区分論は1225年のセンス協会会議で教皇ホノリウス三世によって弾劾され、1585年のグレゴリウス八世の時代になってようやく語分冊になって出版されている。彼のご反省についてはほとんどわかっていない。 彼が882年にアルフレッド大王によってオックスフォードに招かれ、そこで教えながらマームスベリーの修道院長になり、生徒に刺された傷によって死に至ったという話には、ほとんど根拠がない。おそらく他の同盟の人物の伝承とごっちゃになったのであろう。むしろエリウゲナが生涯をフランスで過ごしたと考える方が、辻妻が合う。実は彼については、 聖職者であったのか否かということまでわからない。だが、当時の時代背景を考えれば、学者にして、教師として招かれるほどであったエリウゲナは、聖職者でおそらく修道士であったと考える方が、自然である。エティエンヌ・ジルソン、中世哲学史、エンデル・レ・書店テ九1953年、13P。D.A.V. ハルナック、競技史公用、串間知恵、百九十七年。 P. ありがとうございます。